ほな滑りに行きましょうか、わしが俺ドキドキしてちょっと涙出てたもん。まあ劇場のこと小屋って言ったのうわ、ね、すごいかっこいいねお前。滑るのは昨日だけに勘弁してもろて。ヤッホーですね、まずは芥川龍之介を演じた橋本さん。はい、皆さん新年明けましておめでとうございます、芥川龍之介役の橋本翔平です。いよいよ、皆さんにお届けする日が来たということで、もう本当に今日朝起きてからもうずっとそわそわしてました。本当にどういうご感想を皆さん抱かれたのかなとか、朝早くからも足を運んでくださった方もたくさん感想意見など目にしまして本当に嬉しいなと思っております。今日は短い時間ではございますが、たくさん映画のことをお話しできたらなと思いますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして中島敦役を演じられました鳥越祐樹さん、お願いします。はい、中島敦役の鳥越祐樹です。今年は虎年ですね。ちょっと楽しみすぎてちょっと白虎の目借りてきました。今日はね短い時間ですけども、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして織田作之助を演じられました谷口正史さん、お願いします。あ、はい、織田作之助を演じました谷口正史です。作品見た後ということでして、太宰のことだったり思うとですね、なかなか皆さん鳥越がギャグを言ってもイエーって言えない状況だとは思うんですね。やっぱりね、それはそうなんだと思うんですよね。余韻に浸っていただきたいなとは思うんですけど、せっかく僕ら来ましたんで盛り上がってくれたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして太宰治を演じられました、田淵瑠衣さん、お願いします。はい、太宰治役の田淵瑠衣です。見終わった後なので多分今皆さん情緒不安定になってると思うんですけど、今日この日を楽しんでいただければ嬉しいです。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。中原中也役を演じられました上田圭介さん、お願いします。はい、中原中也役を演じました上田圭介です。ご来場ありがとうございます。そうですね、もう本当に前情報として聞いてたんですよ。皆様多分見終わった後とんでもない空気だぜっていうのを、しっかりとこの場から感じております。まあ、それだけしっかり没入していただいたんだなという嬉しい感覚を噛み締めてはおりますが、ここからはのびのびと多分和気あいあいとうるさいメンバーが揃っておりますので、おしゃべりしていこうと思っておりますので、最後まで楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんはですね、いつも舞台でご一緒されている、お仲間だと思いますが、映画の撮影現場では皆さんどんなご様子だったでしょうか。ほな滑りに行きましょうか、わしが。いや別に、ね、お願いします。まあ、滑る質問ではないんですけど、はい、舞台で4年間ぐらいやらせてもらったんですけど、それまでね、うん、上ちゃんの昼夜と芝居をしたことがなかったの、ね、会話のシーンがね全くなかったんだよね。映画で初めて、はい、例のシーンですわ、うん、そこで初めて芝居してね、なんかすごくいい緊張感を持ってね、なんか俺ドキドキしてちょっと涙出てたもん。いやそうよね、嬉しすぎて。なんかで見に行ったらあんた縛られてるしやな。なんかすごく新鮮で、中島敦史としても鳥越祐樹としてもすごい楽しんだシーンでしたね。あれ以上ですけどね。いや、いや全然合ってます。クエスチョンとアンサーは全然合ってます。そうですよね、はい、他にちょっと大喜利のやり方ですけど。そうですね。まあその舞台で共に一緒に過ごしてきた中なんですけど、うん、新鮮じゃなかったですか。だって小屋でしか会ったことないのに外で、うんうん、あの衣装で会うってなんかめちゃめちゃ不思議な感じがしました。今劇場のこと小屋って言ったの。うわ、ね、すごいかっこいいねお前。あ、そうなんだ、いつも小屋って言ってるんだ。小屋って言うタイプの俳優橋本翔平。山の方かな、人は、はい、山の方かっこいいな。劇場兼稽古場も稽古場もそうですけど、ね、稽古場とかで会ってたのが外でね、皆さん衣装で会う、なんか不思議な感じがしてですね。まあ、ただやっぱなんかさすがこのまあ、ブンステファミリーといいますか、なんかどこで会おうともなんかやっぱ接し方がやっぱ同じで、僕だいたい鳥越くんといたんですけど、はい、現場、はい、まあ、撮影終わって休憩して携帯見るじゃないですか、うん、フォルダー見ると鳥くんの自撮りの写真が俺のフォルダーめちゃめちゃ入ってるんですよ。そうだからいつもね、舞台の感じを忘れないでほしいなという先輩からの、はい、甘いトスですよ。忘れてましたか。はい、いっぱい入ってました。可愛いやつから、これは載せられないなっていうやつから、うん、
たくさん愛を、はいはいはい、なんか地味に俺使って滑っとるやんやめてもろて滑るのは昨日だけに勘弁してもろてヤッいやもうそんな拍手するほどのことでもないですよ皆さん。そんなね拍手しないで甘やかさないでください。ありがとうございます。すくすく育ちました。